次に大橋智弘議員の質問を許可します。大橋議員、はい、一般質問の機会を与えていただきまして誠にありがとうございます。首の痛い前田議員に続きまして、私もお昼カレーを食べ過ぎたんですけれども、すでにお腹いっぱいなんですけれども、さらにお腹いっぱいになるように前向きなご答弁をいただけますように、最後までお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。それでは通告に従いまして質問に入らせていただきます。まず防犯灯の LED 化についてであります。一部他の議員さんと被るところもありますけれども、それほどたくさんのお声があるということでご理解を頂戴したいと思います。改めてになりますけれども、市は今年度から5年間を目途に、市内の防犯灯約2万6000灯を対象とした LED 化事業を開始をされました。内容としては、防犯灯を LED 化に交換する際、防犯灯1灯に対して交換費用8割を上限1万2000円として補助するというものであります。この問題については、今議会においても多くの議員の皆様がご質問をされるということでありますけれども、これはこの LED 化に対する期待感が高かった割には、今実施をされようとしているその政策が、その期待に追いついていないのではないかというふうにも思っております。そこで、まずお尋ねをしますけれども、防犯灯は自治会など自治組織が管理をされているとはいえ、ある意味で市民共有の財産として、市民全体がその恩恵に預かっているといえます。昨日、八尾議員の質問でもありましたように、自治会は加入割合7割強のいわば任意団体でもあります。そうであるならば、補助、そして自治会による交換という枠組みではなくて、市が前面に立って LED 化促進に主体的に取り組むべきであると考えますけれども、この点について、まずご見解を伺います。次に集中豪雨対策について伺います。以前の議会でも質問をさせていただきましたけれども、ご承知のとおり、昨年8月の集中豪雨、あるいは5年前にも大雨により市内各地で浸水被害が発生をいたしました。以前もお聞きしましたけれども、本市のいわゆる災害見舞金制度については、一般住宅以外の店舗や事業所は対象外であるということでありました。もちろんそれぞれに自衛の策を講じることの重要性は理解をしておりますけれども、本年2月には地域の商店会の方々からこの災害見舞金制度に関して要望書が提出されたと聞いております。これを受けて改めてお尋ねをしたいと思いますけれども、住居が生活の根幹であるので、それに対するお見舞いという趣旨は十分理解をできますものの、商店に被害が出て営業できなければ生計そのものが立てられなくなることを考えれば、見舞金の対象とすべきことはむしろ自然なことのように思います。せめて小規模な商店等を支給対象とする考えはないのか、再度お尋ねをいたします。次に行政改革における地域の金融機関の活用についてお尋ねします。さらなる行政改革を進めるために、内容を精査しながら市の業務の外部委託アウトソーシングの余地はまだまだあると考えます。あるいはむしろその方が市民サービス向上に寄与するというものまであると思っています。僕は信頼できる地域の金融機関と連携すべきだと考えておりますけれども、例えば郵便局のような有人でまた公益性の高い金融業務を行っているところにご協力をいただき、アウトソーシングを進めるべきだと思いますけれども、見解をお尋ねします。次に残りの2問、続いて残りの2問は市民の方から要望があった身近な問題として、議会という公の場で確認等させていただきたいと思います。まずカラス対策についてお尋ねします。このテーマは本当に春先の永遠のテーマであり、長い歴史の中ですでにたくさんの議員の皆様方からも質疑があったことと思いますけれども、改めてこの度市民の方から地域の公園にカラスが巣を作り、高齢者や子どもを含む市民の方々を激しく攻撃してきたという事例について伺いました。こうした際に市としてはどのように対応を取られているのかお尋ねをいたします。最後に公園における喫煙についてお尋ねをいたします。これについても最近市民の方から市内の公園における喫煙者に対する相談が寄せられました。そこで本市では公園での喫煙についてどのように規制をされているのかお尋ねをいたします。以上で1回目の質問を終わります。
佐藤市民安全部長。防犯灯の LED 化についてお答えをいたします。市ではこれまで防犯灯の LED 化に向け種々検討を重ねてまいりました。その中で本市の防犯灯は自治会と地域が所有維持管理されてきたことや、現在も電気料金や新設について補助制度を実施していることなどを踏まえ、 LED 化につきましても補助事業として開始することとしたものでございます。次に集中豪雨対策についてお答えをいたします。災害見舞金は住家が火災や浸水被害を受け日常生活に支障をきたしている方へのお見舞いであり、対象は現に居住している家屋に被害を受けた世帯の世帯主に対する給付制度でございます。他市の状況を踏まえましても、これを広く店舗事業所へ適用することは難しいものと考えております。奥行政改革部長。3、行政改革における地域の金融機関の活用についてお答えいたします。ご質問の郵便局と行政の連携につきましては、現在本市では市税や水道料金の収納にかかる業務などの取り組みを行っているところでございます。今後行政改革の視点から郵便局などを活用することにつきましては、新行政改革大綱でもお示しのように、行政の役割とお示ししていますように、行政の役割と責任を踏まえたより効率的で効果的な民間活力の活用という観点から検討すべき課題だと考えております。岩田環境保全部長。はい。カラス対策についてお答えいたします。カラスがこの時期に人間に対し威嚇行動を取りますのは、カラスの繁殖期が4月から6月頃であり、卵やひなを守ろうとするからでございます。議員のお示しの通り、カラスも野生動物であり、鳥獣の保護および狩猟の適正化に関する法律に基づく保護の対象となっており、むやみに卵の採取、ひな親鳥の捕獲などは禁止されております。本市ではカラスの威嚇行動は卵やひなに近づく人間に対して行われることから、安全確保のため巣と思われる場所に近づかないことや、道路に面して巣がある場合は迂回などの方法で返していただくよう市のホームページや FM 枚方で周知し、市民の皆様にお願いしております。また個別の状況に応じ、通学路など安全確保が必要な場合は近隣の小学校や自治会等に対し注意喚起のチラシ貼りや道路等に看板を設置するなど、市としても安全対策を講じております。続きまして、公園における喫煙についてお答えいたします。本市では平成20年10月に施行された枚方市路上喫煙の制限に関する条例において、公園等の公共の場所での歩きながらの喫煙等を禁止しています。また枚方市駅周辺および葛原駅周辺の路上喫煙禁止区域内では、歩行喫煙だけではなく立ち止まっての喫煙等についても禁止されております。公園での喫煙については歩きながらの喫煙は禁止されておりますが、立ち止まっての喫煙については禁止されておりません。しかし同条例では公共の場所での喫煙により他人に迷惑をかけないように努めなければならないとし、利用者に対し人への思いやりや他人に迷惑をかけないといったマナーの向上に努めるよう規定をしております。本市では公園等において喫煙により他人に迷惑行為をなくし利用者のマナー向上を目指し、日々のキャンペーンや講師等による契約活動を継続してまいります。大橋委員。それぞれにご答弁をいただきましてありがとうございました。これから2回目の質問と要望に移りたいと思います。僕はこの2年間議会の中で拝見をする限り、早期の LED 化を要望する議員の皆さんたくさんいらっしゃったと思います。そのただその手法については他市の事例等を参考にしながら検討すべきという趣旨のものが多かったように思っております。そうしたものを受けてですね、出されたのが今回の補助事業であるというふうに思っておりますけれども、北河内地域の近隣他市と比べましても補助そのものも見劣りがするんじゃないかなというふうな印象を持っております。現時点では実際に交換にかかる契約をし、かつ1棟あたり数千円負担しなければならない自治会にとってメリットは非常に薄く、活用しづらいという声をたくさん聞いております。これについてまた後ほど触れたいと思いますけれども、
続いて2点目の質問に行きたいと思います。すでにですね、先駆的に防犯灯を LED 化している地域もありますけれども、こうした補助事業によらずとも自主的に LED 化してきた自治会に対して、公平性の観点から遡って補助をすべきだというニーズを聞いておりますけれども、見解をお尋ねいたしたいと思います。佐藤市民安全部長。お答えいたします。本補助事業が開始される以前に設置された防犯灯につきましては、設置費用の確認が困難なケースなどもあると考えられ、25年度以降に交換されるものを対象にしております。こうしたことなどから、補助事業が始まる以前に設置された LED 防犯灯を補助対象とすることは困難であると考えております。大橋議員。はい、ありがとうございます。この問題に際してですね、担当室の皆さん、本当に地域でも、本当にご丁寧に対応いただいているというふうに思っております。ただ、本当にですね、公平性の観点を見たときに、今、せっかくね、ご丁寧にご対応いただいてますので、やっぱりその延長線上としてですね、先に取り組んできた自治会に対して、やっぱり僕としては補助をしてあげてというのはちょっとおかしいかもしれませんけど、やっぱりすべきじゃないのかなというふうに思っています。先ほども石村議員の答えにもありましたけれども、そうしたお声というのはたくさんあると思いますので、また今後改めてですね、どこかで検討していただきたいなというふうに思っております。続きに、3点目の質問に移りたいと思います。今回の補助事業の開始にあたりまして、自治会に情報が降りてきたのは3月に入ってからだというふうに聞いております。先ほどもありましたけれども、ただこの時期にはですね、ほとんどの自治会が新年度予算を組み終わっているのが実情ではないかと思います。多くの自治会では、防犯灯の修理や交換の予算を確保した当初予算を組むと聞いておりますけれども、そこに LED 化の予算を急遽新たに確保するということになれば、防犯灯やそれにまつわるものだけでかなりの負担の予算というふうになると思います。せめてもっと早い時期に自治会に対してお示しをすることができなかったのか、改めてお尋ねをしたいと思います。佐藤市民安全部長。はい、お答えいたします。説明の時期ということでございますが、今年度新たに開始する事業であるということから、本年2月に開催されました総務委員協議会でご説明をさせていただいた後、枚方市防犯協議会を通じて、速やかに説明はさせていただいたところでございます。ただ、地域からはこれまでもさまざまなご意見をいただいておりますことから、議員ご質問の内容も踏まえまして、集約をして、次年度に向けて整理をしてまいりたいと考えております。大橋議員。はい、ありがとうございました。最後に要望になりますけれども、各自治会からですね、先ほどもありましたけれども、やっぱり5年間での LED 化というのは、どうしても予算的に無理があるというお声もたくさん聞いております。改善修正してほしいというお声があります。せめてこの5年間を目途とするという補助期間を延長するなど、自治会負担をしっかりと平準化した上で、地域のお声に柔軟にご対応いただきたいというふうに思っております。LED 化についてはですね、環境面でも将来的なコスト面でも、本来はですね、大歓迎される事業ではないかと思います。数多くの議員の皆さんからも、あらゆる場面で質問や要望等がなされてきました。ただ、それがゆえに、いざ LED 化事業を始める際に、おごりとか油断というものがなかったんでしょうか、どうでしょうか、良いことをやっているんだから、誰しもから歓迎されるはずだという思い込みが、もしかしたらあったんじゃないでしょうか。せっかくいい事業なんですから、また新規事業でありますから、手法等についてはより慎重に最新の注意を払っていただき、今後のご対応をお願いしておきたいというふうに思います。続いて、集中豪雨対策について2度目の質問をいたします。案の定ですね、小規模店舗であっても、見舞金を店舗にまで拡大するというのは難しいということでありました。それでは、中小企業等の事業者に対して、大阪府制度融資という融資制度があると聞いておりますけれども、その中に今回のような豪雨等による被害を受けた店舗等に、低利子、もしくは無利子にて行う融資というものはないのでしょうか。また、そうした制度がないのならば、枚方市独自で融資を実施していくことはできないのか、地域の商店会の方からもそういった要望がありますので、合わせてお尋ねをいたします。宮本地域振興部長。
豪雨等の被害を受けられた事業者への融資についてお答えをいたします。議員お示しの大阪府制度融資につきましては、中小企業等の経営安定化やこれから起業する事業者に対する支援策として実施されているものであり、豪雨等による店舗の被害については融資の対象とされておりません。また本市において新たに独自の融資制度を創出する場合、融資資金の確保や不良債権化防止の制度構築など多くの課題があり、難しいのが現状でございます。大橋議員。はい、ありがとうございました。まあ、正直申し上げまして、財源といいましても枚方市の予算の中で仮に5000万円もしあればですね、50万円の融資だとしても、まあ、100件行うことができると思います。まあ、融資ですから基本的に戻ってくるという前提のもとであれば、まあながち無理な話でもないのかなというふうにも思っています。またこれについてはまた改めていきたいと思います。続いてハード面に移りたいと思います。5年前、そして昨年の集中豪雨で浸水被害が甚大であった葛葉船橋地区について、これまでの浸水対策を伺いたいと思います。近年では下水道の整備基準である時間あたり 54.4 ミリをはるかに超える豪雨が全国的に頻発をしております。至る所で浸水被害が発生している現状を鑑み、国はこの浸水被害に対処する支援制度を設け、これを受け自治体においても基準を超える部分に対する対策に取り組み始めたと聞いております。枚方市においても過去の浸水被害を受け、今年度から基準を上回る豪雨への対策を進めるというふうに聞いておりますけれども、その取り組み状況についてお尋ねをいたします。片岡下水道部長。はい。本市の雨水整備は国が示す基準に基づき、他の多くの都市と同様に10年確率の豪雨に対した整備計画により進めることを基本としております。葛葉地区におきましては、北部ポンプ場の能力アップや利根川雨水支線等の整備を実施し、近年の基準を上回る豪雨による浸水被害に対しては、東船橋地区雨水貯留施設や利根川の床下げ工事による流下能力向上などの整備を進めてきました。今年度には豪雨による被害の軽減を図るため、平成20年、24年の浸水被害が大きかった地区のうち、南部地域の佐田排水区において下水道浸水被害軽減総合計画の策定に着手したところです。この計画策定は次年度以降採択基準を踏まえながら葛葉地区などにも拡大していく予定です。大橋議員。はい、ありがとうございました。さて根本的な話になるわけですけれども、昨年の集中豪雨を受けて局地的に小規模の整備をしていただいた箇所というのはたくさんあると理解をしております。また北部地域で言えば利根川支線の整備が進むなど、以前からの計画を進めていただいているのも承知をしております。しかし尊い命まで奪われてしまいました昨年の集中豪雨を受けて、10ヶ月が経過してもなお市が大きく施策を転換したり新規に始めたプロジェクトがあるというふうにはまだ聞いておりませんし、まだ見えないというふうに言えるんじゃないかと思います。以前からの計画を進めることも非常に大切ですけれども、以前も申し上げたように市の強い決意意思というものをお示しいただく出来事であったのではないかなと思っております。確保するつもりはないんですけれども、あの日ですね、僕も消防団員として出動しましたし、現場には二府議員も駆けつけられておられましたけれども、実際にあの忌まわしい現場を見れば何かしら大きく変わるものがあってしかるべきではないかなというふうに思っております。ある意味で見舞い金にこだわるわけでも融資にこだわるわけでもありません。ハード面で言えば、先ほど下水道浸水被害軽減計画を策定するとおっしゃっておられましたけれども、南部地域から始め翌年度以降北部地域に着手するということでありました。これについても多少無理をしてでも南部も北部も同時に行うことができなかったのかというふうにも思ってしまうわけであります。万が一今年の夏に同じことが起こらない、そんな保証はどこにもないわけで、昨年の集中豪雨の後市長は地域のさまざまな場面でもうしばらくお時間を頂戴したいというようなご挨拶をされていらっしゃいました。
言われた方は本当によく覚えていると思います。あれから1年を見据えて、極論ではですね、皆さん自衛の策を講じるように民間の保険に入ってくださいというような市の方向性であってもある意味いいんだろうと思います。後手に回るんじゃなくて、やっぱり先手を打つ、さらなる市の決意というものを改めてお示しをいただきたいということを要望とさせていただきまして、釈迦に説法かもしれませんけれども、この件については終わらせていただきたいと思います。続いて、行政改革における地域の金融機関の活用について、要望をさせていただきます。昨年度策定されました行政改革実施プランにおいて、平成25年度から開始をする住民票の写し、税証明等のコンビニ交付サービスの利用状況の検証を行った上で、支所と市民課、サービスセンター、サービスコーナー、それぞれの役割と今後の在り方について、方針を策定するといった課題設定もなされているところであります。住民票等のコンビニ交付サービスの検証とか、支所等の在り方の検討も非常に大切かと思いますけれども、コンビニに比べて公共性が格段に高く、有人窓口のある郵便局等との連携を高めることで、行政改革はもとより市民サービスのさらなる向上が図られるのではないかというふうに思っております。すでに他市においては、例えば郵便局の窓口で、戸籍謄本でありますとか、課税証明等を取り扱うなど、コンビニ交付を上回る種類の証明発行を取り扱ったり、集配職員の活用により、子どもの安全確保や災害時の情報提供を依頼したり、などといった実績もあるように聞いております。そもそも市役所や支所での業務を減らし、地域の郵便局で解決できることが増えていけば、行政改革はもとより、遠出が難しい地域の高齢者の方々にとってもメリットは大きいんじゃないかというふうに考えております。今後、こうした視点も踏まえていただいて、行革のカウンターパートとして、さらに連携をしていただくことを要望とさせていただきたいと思います。続いて、カラス対策について、要望と2度目の質問をさせていただきます。以前、小学校にある木にカラスが巣を作り、小学校に通う子どもたちが危険な目に遭ったというふうなお話を聞いたこともあります。たかがカラスと思わずに、こうしたときには自治会とか、あるいは小学校であれば小学校等とのしっかり連携をしていただきたい、このことをまず要望させていただきたいと思います。次に、カラスに関しては、ゴミ置き場の問題もあろうかと思います。僕も火曜日、金曜日、ゴミ出しをしておりますけれども、カラスが原因でゴミ置き場が散乱していることがまあまあ、あります。自治会単位で防護シート等の対策をしていることが多いようですけれども、これについても自治会に加入をされていない市民の方も一定ゴミを出すわけですから、自治会任せということだけではなくて、一定の市の関与が必要かと思います。ゴミ置き場のカラス対策として、市の対策について、および他市の先進事例等についてお尋ねをいたします。森本環境事業部長。はい。本市では、ゴミ置き場の散乱対策に関する市民の方々からのご相談に対しまして、防護シートやあるいはネットボックスなど、情報提供や、あるいは前日からの早期搬出を控えていただくようお願いするなど、等々の対応を現在行っておりますが、ゴミ置き場の設置の関係上、ゴミ置き場を利用される市民の方々に、それぞれカラスネットやシートなどで自衛策を取っていただいております。他種の事例につきましては、黄色のゴミ袋を使用しているところもあると聞いておりますが、効果につきましては、出たところ、あるいはそうでないところもあるようで、中には中身が見えず、何が入っているのか確認ができない、あるいは猫には全く効果がないという内容の話も聞いております。としましては、引き続きゴミ置き場の散乱対策につきまして、先進事例と検討していきたいと考えております。大橋議員。はい、ありがとうございます。この日曜日のですね、NHK の番組で、カラス対策として黄色のゴミ袋はかなり有効という趣旨の番組が放送されていました。今のご答弁では、効果があったところと効果がなかったところがあったということなんですけれども、それでは
どの市でどのような効果があったのか、効果がなかったと言っている自治体はどこなのか、まあ、もう少し明確なご答弁をお願いしますと言いたいところなんですけれども、事前調整しておりませんので、全く今回はやめておきまして、今後のご検討というものをお願いしておきたいというふうに思います。最後に公園における喫煙について要望をさせていただきます。ご相談いただいた市民の方というのは、公園ではもう完全に喫煙を行うことはできないというふうに思っておられたように 思います。ただ公園という性質上、大人よりも子どもさんが多い時間帯も多々あろうかと思いますので、より配慮が必要な場所とも言えるんだろうと思います。今後夏祭りの時期を迎え、公園など公共の場での喫煙というのも増えてくると思います。これまで広報といいましても、条例のざくっとした内容中心のものが多かったようにも思いますけれども、それに加えて今後はマナー面や気持ちよい分煙という部分での広報というものも適宜行っていただきたいということを要望とさせていただきたいと思います。そろそろお腹も空いてまいりましたので、今回のすべての質問これで終わりたいと思います。ありがとうございました。これにて大橋智弘議員の質問を終結。